タラコチューブの秋です。今回は皆様にお伝えすることがあり動画を撮っています。まずはこちらをご覧ください。これは前回のタラシン誕生の動画です。続いてこちらをご覧ください。ここからは正確に詳細をお伝えするため資料を見ながら説明します。2つの羅針の違いを見ていきましょう。1つ目は鈴の周りに紫の渦がある。2つ目は唇の横にほくろがある。3つ目は左の眉に緑のピアスがある。このことに気づかれた視聴者の方から、なんか微妙に違う、タラシンじゃない、本当は2体いるのではないか、ちょっと面白くしようと後から書き足したでしょ、などツイッターで数多くの DM が来ると予想されますので、先手を打って謝罪動画を撮らさせていただきました。誠に申し訳ありませんでした。はい、すいません、ありがとうございました。もし謝罪動画を撮るだったらどうやって撮ろうかなっていう練習の動画です。Twitter、Instagram など一通もメールは寄せられてませんのでご安心ください。お付き合いありがとうございました。タラコチューブ秋でした。